中年オタッキーです。最近ね、開封動画が人気なのか、普通の動画が人気ないのかね、開封動画のその再生回数がもう伸びすぎちゃって、普通の動画ね、カメラの紹介とか写真の紹介の普通の動画を出すとね、Google 様からお叱りが来るようになりました。この動画人気ねえぞ、なんとかしろっつってね。もうなんだかな、開封動画はね、まあね、好評なんですけどね、開封ばっかりするわけにはいかないんでね。まあそんなわけで今日ね、ちょっとネタがないんでね、選手ほとんど忙しくて写真撮れなくて、まあ天気が悪かったとかにもあったんですけど、で、今週もネタがないので、とりあえず今日はトーク系で行こうと思ってるんですけど、トーク系もそんな大したネタはないんでね、まあ珍しくデジタルカメラネタということで、現在のデジタルカメラのね、売り上げの推移とか、そういう話をしていこうと思います。それでは動画スタート。はい、トーク系の動画なんですけども、デジタルカメラの売り上げですね。まずね、売り上げの台数ですね。散々言われてるようにすごい落ち込みが続いておりまして、2019年にだいたい1,500何十万台、売れたのかな。コンパクトデジカメとそのレンズ交換式合わせてそのぐらいですね。それがね、2020年、ちょっとこれデータ古いんですけど、見込みということなんですけど、もう1200万台を切るということになってますね。1167万台ぐらいになるということで、ものすごい勢いで減少していますね。もうこれは、そのコンデジはね、もう高級機以外はほぼ全滅。で、一眼タイプ、いわゆるレンズ交換式の、一眼レフ及びミラーレスはものすごい勢いで減少していると、まあ、いうことになるんですね。シェア、各メーカーの販売シェアなんですけど、一眼レフ部門、レンズ交換式のね、一眼レフ部門が1位がキャノン、56.3%、2位がニコンで 41.1%、3位がリコー、まあ、これ多分ペンタックスですね。で、2.4% ということで、ペンタックスはちょっとマニアック路線になってしまってますね。で、ミラーレスカメラの部門の場合は、1位がキャノン、シェアが 30.9%、2位がソニー、シェア 25.9%、3位がオリンパス、23.4% となっております。これね、ミラーレスってソニーが一番じゃねえのって思ってる方はたくさんいると思うんですけども、これフルサイズミラーレスがソニーが1位っていうだけで、実はキャノンがミラーレスはずーっと1位なんですね。で、みんなはそんなことその興味ないぞと、フルサイズミラーレスがやっぱり興味あるということでね。で、フルサイズはどうなのかというと、これもちょっと2020年の10月25日の記事なんで、ちょっと最新ではないんですけども、この10月の時点、9月までね、2020年9月までの時点で、1位がね、フルサイズミラーレス、1位がソニー、43.9%、2位がキャノンで 34.7%、3位がニコンで 13.1%、4位が、パナソニック 5.8% ということですね。で、これ、ソニーは 43.9 ということで、もうキャノンとニコンを合わせたらもうすでにソニーを上回っているという形になりますね。まあ、大体こう予想していた通り、ニコンの頑張りがもう一つ、かなという感じがします。ニコンもっと伸びると思ったんですけど、意外に伸びなかったですね。キャノンが商売がうまいというところもあって、まあ、キャノンが断然ニコンより上に行っちゃってる感じなんですけどもね、まあ、レンズのスペックとかを見るとね、ニコンの方がまあ明らかに上かなっていう気はするんですが、まあ、レンズあんまり関係ないといえば関係ないですね。デジタルは加工ができるんで、レンズ関係ないということを考えれば、まあ、キャノン、ソニーやキャノンでもいいということになるんでしょうけどね。で、今後の推移なんですけどね、まずね、キャノンはその EOS R5、R6 が、その製造が追いつかないということを考えれば、
もう去年の時点では多分ソニーを抜いてる、販売ですね、抜いてる可能性があるっていうことも考えますね。まああの多少ね、その熱暴走とかの弱点もあるらしいんですけども、それ以上にインパクトが強いですね。でレンズのラインアップとかを見てもやっぱりね、ソニーには絶対にできないレンズをキヤノンは出しているところを見ると、ちょっとその辺はまあ強みかなっていう、まああのマウント系がね、キヤノンが 54mm、でソニーが 46mm だったかな、もうセンサーサイズギリギリなんで、ソニーさんのレンズの設計が苦しいことを考えると、今後かなり厳しい戦いになっていると思います。でね、まあいろいろそのあるんですけど、まあ年取ってる人は特にね、そのソニーってカメラってイメージじゃないなってみんな言いますね。確かにね、いろんな人に、言いますけど、ソニーってカメラじゃないよっていうね、でキヤノンかニコンだろっていう、いう話をよく聞きます。結局ね、ソニーを支えてるのは若年層、若い人たちが買っているっていうことなんですけど、まあ以前からねライブとかでも言ってますけどね、ソニーはどうもジャンクが目立つと。まあどのぐらいの率で壊れるかっていう統計はないんですけど、ヤフオクを見ると明らかにジャンクが多いんですよね、ソニーさんのは。その当時のね、その2012年発売のソニー α7、2012年発売の EOS 5D Mark III、を比較するとジャンクの比率が α7 の方が圧倒的に多いんで、壊れやすいような気がします。まあ断言はできないんですけど、そういうことを考えるとね、キヤノンやニコンの方が信頼性は高いのかなとは思うんですけど、高い買い物だけにね、7、8年で壊れたりしたらもうゲーって感じじゃないですか。やっぱね、10年、15年は持ってほしいところがあるんで、2012年発売、まあ9年落ちのね、α7、まあ8年落ちぐらいで買ってる人が多いでしょうけど、がジャンクが多いというのはちょっと、って感じなんですね。まあシャッターが、シャッター膜が開かなくなったとか、モニターがつかなくなった。まあまあ電源が入らなくなった。まあそういうジャンクはたくさんあるみたいですけど。でね、今後なんですけどもね、今後は僕の予想はキヤノンがまあソニーを上回っていくと思います。その理由は2つ。キヤノンとね、ソニーと販売が拮抗していたとしても、ここにニコンの影が出てくるんですね。多分ね、ニコンの Z シリーズは、ショートバックフォーカスでもショートバック、なんだっけ、フランジバックがめちゃくちゃに短いんですね。で、ニコンのボディに、ソニーのレンズがつくんですよ。で、現実にもうね、発売されました。マウントアダプターが発売されてましてね、それがね、価格もね、そんな高くないんですよね。2万円台で買えちゃうのかな、確か。でね、これがね、違和感なくつくということで、もう本当にね、マウントアダプターをニコンの Z シリーズにマウントアダプターをつけて、ソニーのミラーレスのレンズをつけてもね、マウントアダプターがない、もう最初からこのカメラじゃなんじゃないかっていうね、デザインになってしまうという、ほぼほぼね、そんな感じでね、で、さらにね、オートフォーカスとかも瞳 AF とかもね、自在に動くし、全然純正レンズと遜色ない動きをするということで、これはね、先ほども言いましたけど、ソニーが壊れやすい。で、ソニーが壊れ、まあ、例えば、6年目、7年目で壊れたとしますね。で、ソニーも、もう壊れたよ。どうしようもねえなと。でも、レンズいっぱい買っちゃってるしなっていう人が、確実にニコンの Z シリーズに目を向けると思いますね。これ Z シリーズ、ソニーのレンズつくじゃん。で、遜色もないって言ってるしな。じゃあもう壊れるソニーよりはニコンにしようかという人は絶対増えてくる。今後ね、だからね、じわりじわりとニコンは伸ばすと思いますね。で、ソニーはやっぱね、壊れないものを作らない限りはね、最終的には凹んでいくと思います。一度ね、信頼を失うとね、もう取り返せないですね。信用は取り戻せるけど、信頼は取り戻せないっていう言葉がありまして、やっぱ大事なところで壊れたりとか、高いものを買って30万、40万出して、ね、5、6年で壊れたとかって、もう買う気なくしますよね。こんなに早く壊れるの。しかも大して使ってねえしとかね。まあそういう話になるんで、そしたらもう違うメーカーに逃げて、もう二度と戻ってこないと思うんですよ。
で、おまけにね、その、ソニーのレンズ、ニコンに使える。キャノンはどうも使えないみたいです。キャノンの方がニコンより、2ミリだったかな。バック、フランジバックが長くて。で、ソニーはさらに2ミリぐらい長いんですね。で、ニコンのボディにギリギリソニーの、E マウントのレンズがマウントアダプターを介して付くと。まあ、そんな感じで、その、結構攻めの設計だったんですけどね、ショートバックフォーカス、ショートフランジバックで。ニコンはね、その攻めの姿勢がね、今後効いてくるのではないかと思います。じりじり伸ばすと思いますね。まあ、キャノンを上回っていくかって言ったら、それは微妙なとこなんですけどね。そこはなぜかっていうと、キャノンが今後伸びるっていう理由をちゃんと説明しますね。キャノンはね、EF レンズとの親和性が高いんですね。まあ、当然 RF レンズを装着した方が順調に動くんですけど、EF レンズをつけても遜色ない動きをすると。で、僕、これは僕の考えなんですけど、間違ってるかもしれないんですけど、中望遠、望遠および望遠ズームっていうのはね、もう別にミラーレスじゃなくてもいいと。画質的にはね、その使い方とかはまあ分かんないですけど、画質的にはミラーレスじゃなくてもいい。その理由はね、そのショートバックフォーカスにする必要がないんですね、望遠レンズは。もともとね、別に、フランジバックが長くても画質に影響しないんです。で、フランジバックが短い、ショートバックフォーカスになって画質が向上するのは、標準域及び広角域なんですね。というわけでね、現在も所有してる、もしくは安く売られている EF レンズがね、有効に活用できるということで、で、EF レンズってね、中古がもうたんまり出てるし、所有者も多いんでね、とりあえず EF レンズ、つけとくかと。マウントアダプターも安いんです。1万円ぐらいで売ってるんで、マウントアダプターで EF レンズで使っといて、後々 RF レンズを使おうかとか、そういうね、プロじゃない人たち、いわゆるね、一般のアマチュアの人たちはそういう流れで入っていく可能性が高いんで、今後キャノンが伸ばしてニコンがソニーのシェアを食うと、そういう図式でソニーがへこんでいくような気がします。これソニーはね、これに対抗するためにはね、どうしたらいいか。センサーの技術っていうのはね、もう頭打ちになっていきます。なぜならば、もうね、ISO100 万とか1000万とか必要ないじゃないですか。だから、センサーの技術はね、ある一点のところでも頭打ちするんですね。これ以上上がる必要がない。で、内部のアプリケーションもね、あのメーカーがこうしてるから、このメーカーがこうしてるから、結局横並びになるんですね。うん。で、最後はやはり信頼性とか価格、あとデザイン。まあ、この辺になって商品力ですね。そういう意味で商品力がやっぱ強いのが、キャノン。キャノンはね、商売上手。特にね、そのユーザーのね、ニーズをつかむのがキャノンはうまいんですね。そういうわけでキャノンはね、そこ商売上手ということでね、キャノンが最終的に逆転して逃げるような気がしますね。ソニーはね、その逆転するためにはどうしたらいいかというね、やっぱり信頼性が高い製品を安価に製造するっていうのが一番だと思います。ソニーのね、そのコンセプトっていうのは、ガワタンは同じで中身をどんどん刷新して新型にしているっていうイメージが今のところ強いです。このコンセプトを利用して、もう価格を下げる、性能を下げないで価格を下げていく。それでユーザーのね、取り込みを狙って、で、一番上のカメラをドーンと高いのを出せばいいんじゃないかなと思いますね。で、キャノンの構成はね、全然まだね、途中なんですよね。多分ね、EOS One 的なもの、まあ、以前随分前の動画でも言いましたけど、EOS One 的なものをね、EOS R1 なんかな、出してきます。多分ね、もう、鳥肌が立つようなスペックで出してくると思うんですね。で、ソニーさんはね、ソニー R1 っていう、アルファ1 だったっけ、っていうのを出しましたけど、今一つなんですよ。まあ確かにすごいっちゃすごいんですけど、うへーというわではないんですね。で、値段はしっかり高いと。そんなわけでね、あんまり売れてないんですね。で、まあ、これだったら別に EOS R5 でもまあいいんじゃないかっていうぐらいのスペックなんで、まあそんなわけで、まあ最終的にはソニーは凹んでいくような気がしますが、どうでしょう。まあこんなこと言ってたらね、また低評価がいっぱいつくんですよね。ソニー用心の人がね、なんだこの野郎みたいな感じでね、低評価つく。まあ別に低評価ついて構わないですけどね、言いたいこと言うのが僕のスタイルなんで。で、まあ、この手の話は以前ね、ソニーをディスった動画でもね、全く同じことを私言っております。まあ、あの時は随分ね、たくさんコメントが入ってきたんですよ。ソニーがそんな負けるわけじゃない、どうのこうのってね、ものすごい
同じようなコメントがブワーって入ってきたんで、俺コメント停止にしたんですけど、もう似たようなコメントにコメント返しする意味ない、なんかないし、過去ログぐらい見ろや、みたいな感じで、なってね、まあコメント止めたんですけど、その僕の予言通りに今のところはなりつつあります。まあ前、そのソニーをディスったとこでも言いましたけど、やっぱレンズのね、そのマウント系が、大きく影響してきて、まあソニーさんでは絶対に作れないレンズをキャノンとニコンは作ることができる。あとはソニーの信頼性。ソニーの信頼性の話はしなかったかな。ちょっと忘れましたけどね。まあそんな感じでね、ソニーさんはへこんでいくと予想しています。ソニーさんの巻き返しに期待、できれば新しいマウントを出したらいいんじゃないかなと思いますね。まあ結局ね、そのマウント系がちっちゃいんでね、もう現状のレンズでも樽型にね、周差が出るようなレンズ、ソニーのレンズがあるらしいんで、まあアプリケーションで補正しなきゃならないとかね、そんなダサいレンズ出さ、高い金で払ってね、買ってもね、困ったもんだんでね。まあいちいちアプリで補正するってめんどくさいじゃないですか。もう取って出しでね、バンバン出せたらいい方がいいに決まってるんでね。まあ、マウント系を新しいマウントにして、ほんで、現行の E マウントのレンズを使えるアダプターを出せばいいだけなんじゃないかなと思いますけどね。まあ、信頼性に関してはね、もうソニータイマーってよく言われてるんですけど、まあ、この辺ですね。なんか基板のメッキが弱いというね、評判をちらっと聞きましたが、なんかメッキが腐食して、それが原因で電源が入らなくなったり、動作しなくなったりするという、まあ、これはちょっと、本当かどうかちょっと、その確定ではないですけど、ね、視聴者様から情報がありましたんで、それをそのまま伝えますが、そんな感じだと思いますね。今日の動画はこんな感じなんですけど、まあフィルムカメラの話はもういつもしてるんでね、まあたまにはデジタルということで、デジタル僕はね EOS 5D Mark III までしか持っておりません。でね、まあ新しいカメラも試してみたいところなんですけども、お金もないし大して使わないんで、もう買う値打ちもないんでね、まあ誰か貸してくれてな、まあ貸してくれるんだったらレビューかなんかしますけど、まあそんな立場でもないと思うんで、まあこのままの、スタイルで動画を作っていく思います。はい、じゃあここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはサムライジャパンさんですね。忙しい中、動画アップお疲れ様です。さらに視聴者登録者増えるといいですね、ってことですね。タイトルは漁港の夕暮れと、2枚目が雪休みというですね。漁港の夕暮れの方はペンタックス K01 レンズ SMC タクマ 85mmF1.8 寒すぎて重ね着しても車外で5分が限界でしたってことですね。2枚目はね、コニカ C35FD フィルムは富士クロームプロビア100ですね。早く雪解けがと思う日々です。コロナでイベントも祭りも自粛ばかりで困ったものですっていうことで、確かにそうなんですけど、まあ仕方ないですよね。まあ死ぬ病気なんでね。まあそんなわけで作品いきますけど、これね、まあ、1枚目ね、もうこれ文句なしですね。タイトル画面に決定です。まあちょっとデジタル写真ではありますが、素晴らしいね、これ玉ボケの、描写。たくまいいですね。で、2枚目なんですけどね、雪休みということで、まあ、雪が降って漁船、漁もお休みみたいな感じでしょうか。北海道はね、やっぱ北なんでね、まあ、サムライジャパンさん北海道なんですけど、海が荒れるということで、冬場の漁師さんってどうしてるんでしょうね。大変だと思いますが。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次はね、一都市級さんから2枚。ね、1枚目が特大ハンマードリル。2枚目が冬の現場ということで、カメラはどちらもニコン FM3A AI ニッコール 50mmF1.4S バビロン13で撮影しております。作品なんですけどもね、まあ、ガガーンと来ましたね。もう本当にね、ハンマードリルでもうちょっと引いてもよかったかなって気もしますけど、アングルも変えても面白かったかもしれませんが、ディテールはやっぱバビロン13ということでバッチリですね。で、2枚目なんですけど、これ美しい写真になっておりますね。川が少し凍ってるのかなとも思えるんですけども、これしっかり晴れ切りしてるのか、非常に、解像度の高い、写真になっております。はい、一都市君ありがとうございます。次がね、ヒデさんさんですね。
いつも楽しく見ています。今年の東北は雪の日が多く、晴れの日を狙って撮影をしています。今回は2枚散歩の途中に撮影しました。カメラはキャノン AF35M オートボーイ初代ですね。レンズはキャノンレンズ 38mmF2.8、フィルムがコダックプロイメージ100。1枚目が睨みを利かす。2枚目が老木に雪ということですね。私がオートフォーカスを最初に使ったのは30年前のアルファ7000でした。最初期のオートフォーカスの動きに正直びっくりしています。どうぞよろしくお願いしますということですね。オートボーイの写真なんですけども、やはりオートボーイレンズが秀逸ですね。この狛犬ですけど、解像度ディテールバッチリだと思いますね。で2枚目の方もね、これ2枚目面白い形の老木、これも倒れかかってる木かな。これはね、あの雪をけ、その強調するのも良かったけど、その倒れかかってる木に雪っていうのを強調しても良かったと思うので、違うアングルからもありだったかもしれませんが、ちょっと現場見てないんで、まあまあ微妙わかんないですけどね。はい、ヒデさんさんありがとうございます。次がね、どんぶりさんですね。こんにちは、神戸のどんぶりです。先日は写真を掲載いただきありがとうございました。また2枚投稿させていただきます。タイトルはちょっと長いのですが、観覧車から世界遺産が見えるただ一つの遊園地、ですね。これ2枚組になるんですね。ここは姫路城の隣にある市立動物園の遊園地。昭和の遊具で令和の子供たちが遊んでいます。老朽化が進んでいて移転計画があるそうですが、このままにしてほしいなぁということですね。カメラはオリンパス OM2、随行 35mmF2.8、評判のレンズですね。富士カラー100、マニュアルで撮影しました。よろしくお願いしますということなんですけど。これね、観覧車が、これは古風な観覧車ですね。こんな観覧車まだあるんですね。姫路城が見えておりますが、今、改築は姫路城終わったんだっけ？ちょっと長いこと姫路に行ってないからわかんないですけどもね。これ観覧車乗る価値ありますね。2枚目はね、これがまた面白い。ジャンボジェット形状のなんかブランコみたいな感じですけど、子供が乗って遊んでますけどね、これはまた古風な遊具ですね。面白いところです。これまたね、もっと天気がいい日に印象的な写真も狙ってもいいかもしれないですが、まあ、遊園地そんな、再々行くわけにもいかんか。まあ、どんぶりさんありがとうございます。これで1、2、3、4。もう一名。長州薩摩さんから2枚。ね、中年歌姫さん、こんにちは。いつも楽しませていただきありがとうございます。生まれて初めてのリバーサル撮影の第2弾よろしくお願いします。六本木にある国立新美術館の建築設計が素晴らしかったです。タイトルは光と影、カメラニコン F3、AI ニッコール 50mmF1.4S、フィルムが富士フィルムベルビア50ですね。で写真なんですけども、ニコンのレンズの解像度でベルビア50というのはもう最高、流浄感の低さは世界一のベルビア50ですね。まあ、チラッと見える青空が素晴らしく印象的ではあります。光が差し込んで。この手のね、建築写真はね、もうニコンのレンズバッチリなんですね。機械とかね、建築物とか、そういうのニコンのレンズ本当にいいと思います。ただ、ベルビアを活かすにはもうちょっと青が欲しかったんで、屋外から撮ってもよかったかもしれないですね。はい、長州薩摩さんありがとうございます。今日の作品紹介はこんな感じ。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、サムライジャパンさんの俺のカメラ、タイトルは三人衆ということで、フィルムは入っているのに待機中。まあ、そんなもん僕もいっぱいありますよ。じいさん三人衆、戦列復帰はということですね。黒い三連星ではありませんということで、コニカ S3、コニシロクパール3、ヤシカマット 124G、フィルムが入ったままということなんですけど、これ全部いいカメラですけどね。結構ね、登場してるコニシロクパール3、パール6だっけわからなくなった。パール3ね。まあ、レンズもよろしいですしね。まあ、映りもいいですよね。ほんで、この、なんだっけ。ヤシカマットですか。非常にね、まあ、最高級の二眼レフカメラですね。コニカ S3、もう素晴らしい映りで。まあいいカメラばっかりなんですけど、結構古風なカメラが、サムライジャパンさんが多いような気がしますね。まあ古風なカメラの方がね、個性的な絵が撮れるっていうこともありますけどね。以前紹介しましたね、タカムチャンネルのタカムさんもね、フレアが出ないレンズは面白くないということを言っておられました。もう最近のレンズはね、もう光学設計
系がいいとか、その、コーティングがいいとかでフレア出ないんですね。あんまりフレアが出ない。で、まあ、フレアが出ないのは確かにね、コントラストが高いいい写真が撮れるんですけども、フレアが出る写真も面白いんですね。フレアとかゴーストがバンバン出てる、写真も面白いので、それ、そうなるともうオールレンズ使うしかないかなという話にはなるんですけどね。うん。まあ、そこはそのレンズの味ということで、いろんなレンズを試してみたらいいんじゃないかと思います。はい、今日の動画はこんな感じですね。でね、次の動画もネタがないんですけど、もしかしたら開封動画行くかもしれません。まあ内容はおとなしいということで、今日の動画はこんな感じになります。ね、一応ね、ツイッターアカウントを追加しました。中年オタッキー3ができましたが、探したらね、出てくると思います。ツイッターで探したら出てくると思うんですけど、バイクチャンネルのね、コミュニケーションとか、その作品投稿専用にしていこうと思いますので、バイクに興味がない方は関係なくなるかもしれませんね。で、まあ、中年オタッキー3も出ましたんで、バイクお好きな方特に、フォローの方よろしくお願いします。でね、中年オタッキー本枠の方はね、もう700名という、フォロワー700人ぐらいになってる。今何人だちょっと把握してなかった。プロフィール。なんで動かないの？710か。じゃあ、697だ。フォロワー697ということで、もうね、全然見てくれないフォロワーさんも多分いると思うんですけど、まあ、700まで来たかな、ということになってね、もう視聴者さ、その、チャンネル登録者はね、もう3780人ですか。じゃあ、3800人いたんだったっけ。もうだんだんわかんなくなってきた。まあそんな感じでね、絶好調の中年オタッキーの、カメラチャンネルではありますが、バイクチャンネルの方もね、じりじりと伸び始めておりますので、バイク興味のある方、一応ね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、まだね、トーク系の番組ばっかりなんですけど、そのうちね、バイクのメンテナンスとか、ライディングテクニックとか、手入れの仕方とかね、まあそういうこともね、アップしていこうと思いますんで、バイクの好きな方はバイクチャンネルの方もよろしくお願いします。で、高評価、コメントの方ね、この動画にね、ぜひぜひ、お待ちしております。まあコメントの方はね、ちょっと、前回の動画か、がもうバズっててね、もう伸びすぎちゃって、まだ前、返しきれてないんですけど、頑張って返していこうと思います。で、高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんでね、いつものようにポチッと押していただければと思います。はい、チャンネル登録で、どんどん増えておりますが、まだまだ増やす予定でおりますので、まだの方ぜひね、ゲリラライブが多いので、通知をオンで、チャンネル登録お願いします。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。最後まで視聴いただきありがとうございました。それではまたごきげんよう。さよなら。